糸は説明書の実寸図に合わせて切っていきます。こちらは一例となるので、詳しくは説明書の指示に従ってください。説明書の貼り方を参考にしながら貼り付けていきます。ボンドを別のところに出して、目打ちで少量のボンドをすくいながら、貼りたい箇所に少しずつボンドをつけます。糸を貼りながら、残りの箇所にも少量のボンドをつけて、それに沿って糸を貼っていきます。